ラマには音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。今日はこれまでの作品の中から出会いにまつわる物語をお送りします。ぜひお楽しみください。いらっしゃいませ。3人なんですけど、いいですか？あ、もちろん。奥空いてますんで、どうぞ。あ、どうも。よいしょっと。はい、こちらが今日のメニューです。飲み物どうしましょう？とりあえず生3つで。はい。お座敷さん、生3つです。お客さん、どちらからですか？ああ、俺たち東京からです。東京？へえ。こんな街に何しに？ああ、スイミングクラブの合宿で。町営のプールあるでしょ、あそこで子供たちと合宿してるんです。へえ、水泳のコーチなんだ。道理でガタイがいいと思った。そうだね。わ、みんな逆三角形でしょ。いやー、しかしここはいいところですね。のんびりしてて空気はうまいし。そうですか？ただの田舎ですよ。まあ私は生まれ育った町だから好きですけどね。いやー、羨ましい。俺なんか東京生まれ東京育ちだから、こういうのんびりしたとこ憧れますよ。ここに住みたいぐらいだ。そんなこと言って、3日も住めば飽きますよ。店もうちみたいな居酒屋が何軒かあるぐらいだし、東京の人には退屈かも。そんなこった料理はないけど、地元の新鮮な野菜を使って父が腕を振るってますから、どうぞどんどん食べてって。じゃあ何しましょう？5年前、私と彼はこうやって出会った。3泊4日で合宿に来ているから、その間街を歩くのにどこかいいところはないかと聞かれて、そんな観光するようなところはないと答えると、じゃあ君の一番好きなところに連れて行ってほしいというので、翌日私は彼をこの街で一番好きな橋に連れて行った。本当にいいところだ。ここから見る夕日は最高に綺麗だね。でしょ。子供の頃から何かあるとここに来てぼんやりしてたの。綺麗なところで育ったんだね。羨ましいよ。そうだ、近くに神社もあるんだけど、ちょっと行ってみない？あ、そうなの。いいね。お願いしたいこともあるし。ねえ、何お願いしたの？ね、いつかスイミングクラブからオリンピック選手が出ますようにって。これコーチ始めた時からの夢なんだ。へえ、素敵。きっと叶うわよ。私もこれまでここの神様には何度お願いを聞いてもらったかわからないくらいなんだから。そりゃいいや。合宿が終わって東京に帰ってからも、彼は月に一度休みの日に電車に揺られてこの町まで私に会いに来てくれた。私たちは何をするわけでもなく、広い空と遠くの山々を見つめながらブラブラと町を歩き、夕方になるといつものように橋の上から夕日を眺めた。俺もここに住めたらいいんだけどな。いや、羨ましいなと思って。俺本当にこの街好きだし、やっちゃんと一緒にいるのもすごく落ち着くんだ。でもな、俺クラブの子供たちのことも大事だし、親父もおふくろももう年だから、近くにいてやんなきゃいけないって思ってるんだ。うん。こんな中途半端な俺がいつまでもやっちゃんとこうしてちゃいけないよなっても思うんだ。やっちゃんもお店あるから、ここ離れるわけにもいかないだろうし。うん、ごめんな、俺もどうしていいか分かんなくてさ。うん、誰のせいでもない。
彼がこの町で暮らせないことくらい私にも分かっていた。思い切って私が東京に行くことも考えたけれど、私も彼と同じでここを離れて暮らすことはできなかった。それから2年後、私は地元に住む同級生と結婚し、夫婦で父の店を手伝うようになった。やがて息子も生まれ、私は幸せな暮らしを送っていたが、息子を連れてあの橋で夕日を見るたび、ふと彼のことが思い出された。どうしてるのかな。願い事は叶いそうかな。オリンピック選手だもん。そんな簡単じゃないか。えい、キック、こら翔太。ああ、ボール転がってっちゃったじゃない。ほら、取っておいで。はい、どうぞ。ありがとう。すいません。あ、